あ、おはようございます。文学研究科附属文化遺産学人文知連携センターの内木と申します。今回あの立ち止まって考えるのシーズン2ということで、文化遺産学からは文化遺産が語る人類と最下と題しまして、全6回にわたって講義をお届けしてますけれども、 先週までの吉井先生の講義に続きまして本日と明日、第3回目第4回目を私ナイキから担当させていただきますどうぞよろしくお願いいたしますじゃあスライドお願いします えっと、文化遺産学人文知連携センターという部署なんですがあのこちらはですね国内外の文化遺産を調査研究しまたあのその調査成果を発信していくということを、まあ、一つの仕事としているわけなんですけども近くはですね京都大学の校内の遺跡 今私は京都大学からこのお話を発信しておりますがこの校内の地下にはですね縄文時代から弥生時代ああの幕末ですねにかけての遺跡が重層的に重なって残っているような場所でしてその遺跡の調査研究というものを一つしております。 えっと、この京都大学の、えー、校内遺跡の調査研究の話については、えー、私の次に、えー、来週担当される、えー、富井先生の方からあの詳しく、えー、お話があると思いますからあのここではもう詳しくは述べませんけれども、えー、またですね、えーまあ、一つ、えー、宣伝になってしまうんですが。あの まさに次の水曜日来週の水曜日3月17日からはですね京都大学の総合博物館においてこの校内遺跡の調査成果の特別展というものをこちらの毎年行っているものなんですがタイミングよく私の今日の話のすぐ後に開催されるようなものですからもし興味ございましたら足を運んでいただけたらというふうに思います。 ま,あまた一方で今今回このコロナの影響でですねなかなか国内の移動すす。ら難しい時代に入っておりますそのような中でですね私のセンターではこれまでの調査研究の成果というものを映像にしてそれをやはりオンライン上で公開していこうということを夏ごろから取り組んできまして。 それをセンターのホームページに行きますと見ることが視聴することができますからそちらもご覧いただけたらというふうに思います。でまあこのように京都大学の校内の遺跡の調査研究を進める一方でですね私自身はですね学生時代からガンダーラの考古学ガンダーラという地域の考古学について扱ってきました。 ですからあの私の,、まあ、あの役割としては国内の、まあ、遺跡の毎分調査とともにですね海外の考古学も、まあ、あの研究するというあの役割があるわけなんですけれども今回はそれに絡んだようなあのお話をちょっと今日明日とお届けしたいというふうに思います。 でまあ、今、えー「ガンダーラ」という言葉を出しましたけれども、えーまあ、あのこの「ガンダーラ」という言葉、えー、実は、えー、少し説明の難しい、えー、言葉でして、えー、というのもこれはあの地名を表す言葉なんですが、えー、現在はすで、えー、に使われていない地名なんですね。 さらに話がややこしいのですけれども過去においてガンダーラという言葉である土地を表す場合にその指し示す地理的な範囲というものが時代によって異なっていたという事情がありましてとても説明すすす。るるのに苦労する言葉ではありますただですねその最中心部がどの辺りであったかということは分かっておりましてちょっと右側に地図を上げておりますけどちょっとそちらをご覧ください。 えっとまあ、これ、えー、パキスタンアフガニスタンの国境域のうち、えーまあ、北の方を示している地図になりますが、えーまあ、あのそのうちのですねパキスタン側国境よりパキスタン側のこの辺りに一つ 山とインダス川に囲まれた盆地というものがありまして現在はペシャワルという重要な町にちなんでペシャワル盆地と呼ばれたりするわけなんですけどもその盆地がですねどうやらガンダーラの中心部であったらしいということは分かっております。その上でですね時代によってそれらの周辺地域も含めてガンダーラと呼ぶようなことがあったんだというその程度の説明でとりあえずはいいかなというふうに思ってます。 でですね、えー、今回、えー、コロナの影響により、えーまあ、あの私たち考古学者も考古、えー、学者でない、えー、方々も、えー、みんなちょっと移動が、えー、海外に、えーまあ、渡航するということがあの困難な時代に入ってしまいました、えっとまあ、ただ、ですね、えー、実のところこの今、地図でお示ししている範囲ですね ちょっともう線は消してしまいますがアフガニスタンからこのパキスタンのアフガニスタン国境沿いのエリアですねこの地域コロナ発生以前から入りやすくには入れたのかといいますとそのようなことはなくて治安上の問題からこの地域にはなかなか入るのが難しい地域でしたで私は今お示しした狭い範囲のガンダーラという地域の調査研究ということをずっと行ってきてはいるんですけども 実のところ私自身この今地図でお示ししている範囲にですねやはり治安が安定しないため入れないまま今日を迎えているわけなんですけれどもじゃあどうして現地にも入ることができないでこの地域の歴史なんかを研究することができるのかといいますと。 この地域歴史上非常に重要な役割を担っていたということがまあの東西の、まあ、研究者によって古くから認識されておりましてその結果このこの地域の外からですねたくさんの、まあ、調査隊がこの地域に派遣されてきましたその中には日本の調査隊というものも含まれているんですけども特にその京都大学もですね この話が、えー、今日の話のメインになってきますが、えー、30年以上にわたって、えー、この地域で現地調査を行ってきましたで、まあ、このような、えー、海外からこの地域に入っていた調査隊、えー、調査資料というものを、えーまあ、残して、えーまあ、それぞれの国に持ち帰っているんですね えっとまあ、前回の吉井先生の朝鮮半島の考古学の話でもありましたけれども写真資料ですとか、まあ、あの実測図の資料ですとかあるいは調査日誌ですねそういった資料が基本的には自国に持ち帰られているのとまた場合によっては考古学資料つまり遺物ですね実際出土した遺物というものも国外に持ち出されている例というものがあるわけ そういったものを、まあ、調査研究の対象とすることによってこの地域の歴史文化ということ、まあ、新しいことを発見していくことというのは実は可能なことでして、まあ、あのもちろん私現地に入っていきたいとずっと願ってはいるんですけどもそれがかなわないこの段階今までの段階ではそういった資料を持ちながら研究をしてきたわけなんです。 このように現地にもともと入れなかったとはいえ今回コロナの影響によってですね大きな影響は被っておりましてそもそも国内の移動すら難しい中で海外に分散して所蔵されているです、ね、そういった調査資料を見て回ることが完全にできなくなりましたしそれと並んで海外の研究者との交流というものも非常に困難になってしまいました。 えっとまあ、先ほども言いましたように洋の東西からこの地域の,、えーまあ、あの着目してたわけでそういったあの伝統を持っている、えーまあ、あの国のですね研究者と交流を行う研究所の交流を行うというのはこの地域のことを考えて,受けていく上では非常に重要なんですけどもそういったことも困難な状況に置かれております。 えっとまあ、あのオンラインの会議のツールというのが、えー、ここ1年で随分使われるように便利に使えるようになりました、えー、それを用いて海外の研究者との交流があの可能なのではないかというふうにあの思われると思いますけれどもあのもちろん、えー、それによって随分、えーえーまあ、気軽にですね海外の人とつながることはできるようになったんですけれども、まあ、やはりあのー このえー、オンライン上ではなくてです、ねえー、面と向かって、えー、研究の話をいろいろ議論するとか、まあ、あるいは調査の方針とかをちょっと相談するような。 そういった相談がですねやはり対面では非常に簡単にできていたんですがオンライン上この画面を通すだけではなかなかそういう意思疎通という問題も含めてですねなかなかうまくいかないなというのが私の感じているところです。 でまあ、そのように、えーまあ、あの今は身動きの取りにくい非常にあの閉じ込まった状態で、えー、調査研究を、えーまあ、何か続けていかなければいけないという中で、えーまあ、私があの、まあ、今行っていますのは、まあ、やはりこれまでですね研究調査の過程で、まあ、蓄積してきた、まあ、調査データというものがやはりあるんですね。 えそういったものをあのもちろん整理公開、えー、して進めているんですがあの、まあ、あのこれまでも進めてきたんですけども、えーまあ、そこからあの漏れているとか、まあ、まだ、ね、整理が追いついてないようなものとか、えー、そういったものがありますから、まあ、あの今しばらくはあのそういったものを整理しながらあの新しい、えーまあ、あの成果として公開していくことはあの可能だなというふうに思っています。 ま,あまたですね、えっとまあ、こちらも朝鮮半島の考古学の話でもあったんですが過去の調査隊の資料をです、ねあのまあ、整理して公開していくというような話このパキスタンアフガニスタンの調査資料についても言えるわけでして。 えっとまあ、これは京都大学人文科学研究所が中心になって進めているプロジェクトがありましてそこに私も参加させてもらっているという形になるんですがあのこれは必ずしもコロナが発生したから行われるようになったわけではなくてそれ以前からですね準備は進められてきているものなんですがそういった作業というのがこのコロナ禍においてはより意味を持ってくるのかもしれないなというふうに考えております。 まあちょっと,、えー、とそのような経緯であのちょっと前置きを踏まえて、えー、今日の具体的な話にちょっと進んでいきたいというふうに思うんですけれども、えー、まずですね、えーまああのー、今、えー、この身動きが取れない時代において、えーまああのー、今回こういう私お話しする機会をいただきましたので立ち止まって皆さんと考えてみたいのがですね、そもそもどうして日本に生きていて遠く離れた パキスタンやアフガニスタンという地域の歴史や文化を学ぶ必要があるのかという点です。えっと、まあ、あのここでちょっと皆さんにお聞きしてみたいんですけどもパキスタンとアフガニスタンの印象というものはあのどんなものでしょうか でまあ、きっとあのコメント欄にいろいろ書いてくださる方もいらっしゃるんだと思うんですけども、まあ、やはりですね何といってもこの地域の印象としましては、まあ、イスラーム教の国だという印象を持たれる方があの、まあ、多いと思います、まあ、実際にこの地域大多数の人たちがイスラームの教を今日信仰している人たちですでさらにですねこの地域の印象としてこれはパキスタンにとってもアフガニスタンにとっても非常にあの 不なこれらの、えー、地域がですね報道ですとか、えー、映画などで、えー、取り上げられる際にどういう文脈で、えー、取り上げられるかというと、まあ、あの過激な思想を持ったあの武装勢力がですね、えー、人々を、まあ、あの暴力によって苦しめるという、まあ、そういった文脈で、えー、取り上げられることがあの多いかと思います。 まあ実際にですねあのノーベル平和賞を、えー、取ったあのマララ・ユスフザイさんという方が、えーまああのー、それ以前にそ銃撃を受けますけれども、えー、彼女が銃撃を受けたのも、えー、このパキスタンの、えー、国でしたし、えー、まだ記憶に新しいのが、えー、1年と少し前 アフガニスタンで人道支援の活動をされていた中村哲さんという、まあ、見上げるべき方ですけども彼があの、まあ、銃撃に倒れるわけなんですがその事件が起こったのもアフガニスタンでした、まあ、このようにやはりですねパキスタンアフガニスタンという地域は、まあ、イスラム教の国であり、まあ、あのそれが、まあ、あの暴力と、まあ、残念なことにこう結びつけられて考えられているような地域ではないかと思います。 このように考えると、まあ、日本とはほぼ無関係な国で、まあ、あまり考えなくていい地域の知らなくていい地域のことなんじゃないかと思ってしまいそうなところなんですけども、まあ、こういう質問をしたのは、まあ、実のところ日本の文化を考えるためには非常に重要な場所なんだってことをお伝えしたいからなんです。というのもですね歴史上において仏教文化というものが大きく発展してですね まああの展開した地域というのがこの地域でして、ここの地域で展開した仏教文化というのがやがて山を越え、砂漠を越え、ついには海を越えて日本にまで古代の日本にまで到達するわけなんです。その仏教的な要素というものが古代以来の日本の文化の中に深く浸透しているということは、まあ、皆さんも納得していただけるのではないかと思います。 えー、つまり日本の文化を正しく理解するためには、まあ、もちろんお隣の中国朝鮮半島の文化を知ることはまあ当然必要なこととして、えー、さらにその仏教文化という枠組みで考えるならば、えーまあ、それらが大きく発展したパキスタンアフガニスタンの地域の文化は是非とも把握しておく必要があると言えるかと思います。でさらにですね、 えー、この地域の文化の勉強を始めるとあの予想以上に、えー、ダイナミックな形で日本の文化を捉え直すこととがができるここ、えー、あります、えー、こちらの今左に上げてる写真をご覧いただきたいんですけれどもこちらアフガニスタンの遺跡で、えーまあ、撮られた、えーまあ、あの写真ですが、えーまあ、仏像の、えーまあ、脇にですね一、えー、人人物があのまあ,あの 座っているのがわかるかと思いますが、えー、この人物どういう格好をしているかというと、えー、まあ巻き毛の、えー、まああの口ひげと頭髪を持っていて、えー、かつ右手は棍棒の上に手を置いている。えー、そして左肩にはですね、えー、ライオンの毛皮をこうかけているんですね、えー。これまあ皆さん、えー、もうわかりますよね。えっと古代ギリシャのギリシャ神話のヘラクレスの像が表されているわけなんです。 つまりブッダの脇にヘラクレスがいるわけなんですけども、まあ、ヘラクレスはまあ用心棒のような形でですねこれブッダを守っている棍棒を持って守っていることになるわけなんですがここまで来たら皆さんもピンとくると思います棍棒 <laughs> を持って仏像とか仏教寺院を守っている存在日本にも日本の仏教寺院でも見られますよね奈良の東大寺南大門の金剛力士像が有名ですけれども えーまあ、このように、えー、この写真を見ることによって今後力士というものが、まあ、仏教の文脈で、えー、この、まあ、アフガニスタンパキスタンとかそういった地域にまで遡っていくっていうことは、まあ、想像はできるんですけども、えー、さらにですねその、えーまああのー 成立の過程でどういった文化が影響したのかということを考える上で、えー、まあつまり仏教文化という今設定した枠組みすら超える形で日本の文化を捉え直すことができることがあるという、まあ、そういったことをこの写真があの示しているわけなんです。 で私自身ですね、大学に入った時に今参考文献として画面に上げてます樋口隆康先生の本でこの写真を見た時に大きく感銘を受けましてそれが一つこの地域の研究を自分でもしてみたいと思ったきっかけなんですけれども、まあ、このようにこの地域を知ることっていうのが実は日本の文化を考える上でも実は重要なんだってことを分かっていただけるのではないでしょうか。 まあこのように、えーまあ、大陸の文化を見ないと日本の文化がちゃんと理解できないという発想。これ決して私があの提唱した話ではなくてですね、調べてみると随分早い段階に遡っていくわけなんです。まあ、明治時代まであの遡っていくわけなんですが、おそらくその最も早い段階でそういったことを考えていたのは、岡倉覚蔵という、まあ、岡倉天心の名前で有名な美術史学者ですけども、 彼はですね、日本の美術を理解するためには中国の美術を知っておくそこまで遡っていく必要があるんだということを述べておりまして実際に中国の調査とかそういったことも行っているわけです。また同じ時代に建築士の文脈で伊藤忠太関野正という人が現れますけども。 関野についてはやはり朝鮮考古学の話でも何度か名前が出てきた人物ですし伊藤についてはあの有名な法隆寺のエンタシスの議論の提唱者というふうに考えられてきたあのそういった人物になりますけれども、まあ、皆さんエンタシスの議論はご存知だと思いますが、えー、っと法隆寺の近藤などに見られる、まあ、独特の柱の形態ですね。 それがあのギリシャ神殿にまで遡っていくんだというあのとても雄大な話ですけどもそういった話がすでに明治時代には現れているわけなんです。 えっとまあ、それとは別の文脈で仏教師、えー、という立場、えー、からですね大谷光水という人がこちらの西本願寺の門主だった人ですけれども20世紀の初めにはですね仏教当然の経路を明らかにするんだという名目で目的で、えーまあ、あの中央アジアとか、まあ、インドの地域をですね、まあ、あの探検しておりましてこの際に大量の資料あの日本に持ち帰っております。まあ、非常に重要なな資料なんですけども でさらにこの人に関して言えば、えーまあ、今日明日と、えー、メインで取り上げるガンダーラという地域でですね初めて日本人として、えーまあ、あの発掘調査を行ったのがこの大谷探検隊ですからあのそういった意味でもあの非常に重要なあの、まあ、調査士の一,一側面なわけです。そして、えー、このような文脈で現れてくるのが、えー、浜田耕作になります。 えーまあ、あの彼についてもすで、えー、に前回までの授業で何度も出てきておりますからもうあの説明を要さないと思いますが、えー、京都帝国大学でですね、えー、考古学講座ができたときに初代の教授を務められた先生です。 で彼の、えー、研究の対象というものを見てみるとですね、えー、日本のことを扱っているかと思えば、えー、ギリシャ・ローマの話をしていたり、えー、かつ、えー、旧石器時代という非常に古い時代の話をしているかと思えば、えーまあ、日本の,あの江戸時代の話をしていたりするわけなんですね。 まあこういった非常にいろんな地域いろんな時代のことを扱ってらっしゃる先生でしたからこの先生をどこかの地域に引き付けて考えるというのは間違った行為なんですけどもただここで注目すべき点として一つ挙げたいのがですね彼が東京帝国大学で美術史を専攻していた時にその卒業論文としてガンダーラ美術について扱っているわけなんです。 その中ではですねギリシャ美術というのがガンダーラと東トルキスタン現在の中国新疆ウイグル自治区を経由して東アジアに入ってきたんだというような話を述べているわけなんですね。でまあこのようにすで、えーまあ、に若い段階からですね日本の文化と大陸の文化のつながりということを意識していた濱田が、まあ、教鞭を取るようになってからは、えー、まああの 実際に彼自身海外調査にに赴くことななるわけなんですねで。彼は朝鮮半島と中国における調査というものを始めておりますしかつですねその弟子である、まああのー、梅原征氏有光恭一水野誠一長廣俊夫といった人たちがその朝鮮や中国における調査というものを引き継いでいるわけなんです。 でこれらのうちあの教え子の水野誠一がですね1959年からアフガニスタンパキスタン、まあ、まさにガンダーラと呼ばれるエリアの周辺ですねその地域の調査というものを開始しておりまして、えーまあ、あの今回の話のメインはこの部分になってくるんですがその前に、えーまあ、実はこの中国におけるですね えーまあ、水野長宏二人人の浜田の弟子によって行われた雲香、えー、石窟の調査というものも非常にあの重要ですから、えー、ちょっとここで簡単に触れておきたいんですけれども、えっとまあ、彼ら二人、えー、があの調査する以前にはすでにあのこの石窟はあのよく知られておりました。 1902年には伊藤忠太によって発見この「発見」という言葉は非常に難しいですけども世に知らしめられておりましたその後ですね日本からも欧米からも研究者がこの遺跡に訪問しておりましてまああの、まあ、記録を残しているわけなんですけどもただですねここに訪問した人たちというのは目星彫刻とか石窟のみしか記録していなかったんですね。 えー、つまり、えー、水野長弘が調査を開始する、えー、前の段階では、えー、遺跡の全体像というものは不明だったわけなんです。あのー、まあ、皆さん、例えば、うんこを石窟と聞いて、えー、どんなイメージを持たれますでしょうか。 えっとまあ、この右側に上げている写真、えっとまあえー、うんこをセックスとしてよく、えー、イメージされるものです。えー、私もあの教科書なんかでこの写真を見ておりましたから、えー、この「うんこ」について詳しく知るまでは「うんこ」といえばイメージはこれだったわけなんですけども、えー、これあの下に「えーまあ、第20度」と私書き込んでおりますが。 この記載からわかるように実はこの雲港というのは、まあ、他にも石窟があってそのうちのこの大仏がこの大仏がいるのは第二十堂でしかないんだということがわかるかと思います。で実際にどんな石窟かと言いますとこのようにですね崖面に多くの穴がくり抜かれていてこの部分に第二十堂の石窟大仏が見えるかと思います。 こちらの実測図あの平面図でもですねこの部分にあの20度見れますけども、えー、つまりこの大仏だけ見てもこの、えー、こう雲を石窟の全体像は見渡せないですしそこからあのこの遺跡の仏教文化がどんなものかってことを把握することもできないわけなんです。そこで水野長弘2人が考えたのが、えーまあ、この石窟、えー、の全体像を把握するという作業なんですね。 で具体的にどういうことをやったかと言いますとまずちょっとこの部分、えー、着目しますけども、えー、このようにですねこれ「運行第2度」というものを、ね、取り上げてますが、えーまああのー、どんな平面形を持っているかで、えー、かつここで、えーまあ、あの仮に、えーまあ、断面を取った場合にどういう形になるのかとどういう姿が見えてくるのかという記録を残したりですね でこれによってまあ真ん中に何か柱のようなものが立っているということがわかるんですけども、えー、その外面がどういうものなのかこれ仏塔ストゥーパーをかたどった柱なんですけども、まあ、あるいは、えー、この西東側の壁ですね。 どんなものが描かれているのかとかそういったことを細かに記録していってですね、まあ、かつこういった写真ですとか拓本と呼ばれる、まあ、墨を用いてあの図像の凹凸を表現する彫刻の凹凸を表現するような方法ですけどもそういった記録をですねくまなくこの第1度から順番に取、まあ、っていくというそしてそれを、ね、報告していくというようなあの、まあ、ちょっと途方もないような作業をしておりまして。 実際最終的に報告書は32冊にまとまったわけなんですけれどもそのような膨大なデータというものを蓄積し世に公表しているわけなんですね。でまあこのような中国調査運航セックで調査を行われていたんですが。 あのまあ、その後、えーまあ、実は中国で同じ調査ができていたかというとそんなことはありませんでして、えーまあ、残念ながらあの政治戦前はですね、えー、この、えーまあ、調査グループというのが中国東アジアを中心に調査を行っていたんですがあの第二次世界大戦が終わりますと、えーまあ、その地域での調査が困難になりましたので。 まあその中でですね東京大学とか京都大学というのが相次いで別の地域にに調査隊を派遣ししていくことになりました。1955年には京都大学から中央アジア地域の探検隊というものが派遣されておりますしそれに前後するような形で東京大学からは西アジア。 またですね南米の方にも調査隊京都大学からインドイランアフガニスタンパキスタンとあの非常にあの広い範囲世界中に調査隊が派遣されていくことになったわけなんですでまあ,あの私があのやや詳しく把握しているのが、まあ、このイランアフガニスタンパキスタンその辺りの調査になりますので今回の話そこの話に入っていきたいと思います。 これ運航・石窟を調査していた水野聖一がですね始めた調査調査隊を率いて始めたものなんですけどもこの地域30年以上にわたって現地調査が行われましたその間水野がずっとその隊を率いていたわけではなくてもちろんそんなことはできませんでして実は3段階に調査隊の隊調を が誰であったかによって一応三段階に分けることができます。えっとまあだいたい50年代ああ60年代が水野先生の時代で、えっとまあ70年代が文学部の樋口孝康先生が率いた時代、えそして80年代がまああの工学部の西川浩二先生が率いた時代というふうにあの言えるかと思います。 でですね、この調査こうやって全体的に見てまず注目すべきは、まあ、水の隊の時代はアフガニスタンパキスタン両国で調査を行っていたのに対して樋口隊の時代70年代入りますとアフガニスタンで調査を集中させるようになったで一方ですね80年代に入ると西川隊はパキスタンに調査の目を集中させるようになったこれこのように調査地が行ったり来たりしているわけなんですね。 これあのどういうことかどういう背景があるかといいますとその間に起こった事情というのがやはり関係してくるわけなんです。えっと、1960年代の半ばにはインドとパキスタンがカシュミールの領有をめぐって戦争状態に入りまして実際調査ができなかった年がありましたしまたですね79年1979年にはソ連軍がアフガニスタンへ侵攻してアフガニスタンが戦争状態に入りましたからアフガニスタンに入れなくなりました。 このようにです、ねえーまあ、あの調査地の、まあ、選定とまたあの継続という面では、まあ、やはりこの政治情勢とか、えーまあ、国際的なあの政治の流れとか、まあ、あの現地の治安状況というのがあの大きく左右するんだということが見えてくるかと思います。 まあこの戦前戦後において調査値が変わっていったということも絡めてこの,まああの政治の状況というのはこういった調査に随分大きく影響するんだなということこういった点から見ていただけたらと思います。さて、まあ、この調査隊がどういった場所で調査を行ったかを地図で示したのがこの地図になりますが。 えー、まあ、あの、アフガニスタンではですね、えー、まあ、あの、サマンガンの地域とか、えー、クンドゥーズと呼ばれる、えー、地域ですとか、えー、まあ、また、ヒンドゥーク州という、あの、巨大な山がありますけれども、えー、その中とも言えるの、このバーミアン、有名なセックスですね、えー、そういったものが調査されたり、えー、また、あの、カーブル周辺とか、 またジャララバード周辺こちらが中村さんが活動されてた場所ですけれどもこういった広くアフガニスタンでは調査されておりましたし一方パキスタンではですねこの先ほど述べたガンダーラの中心部だと言っていたペシャワル盆地というのが集中的に調査されました。 で、まあ、あの、これらの、えー、調査遺跡、す、え、べ、ー、てについて、あの、まあ、説明することは、えー、実は、あの、私でもちょっと手に余るというか、あの、私の能力ではまだ追いつかない部分ですし、えー、また、あの、今日、えー、残された時間、残りの時間でですね、えー、全部説明することは、まあ、不可能ですから、あの、これらの中からいくつか、あの、ピックアップするような形で、えー、パキスタンとアフガニスタンから、あの、ピックアップするような形で、えー、どんな調査が行われたかをちょっと紹介したいというふうに、えー、思います。 まずあのパキスタンにおいてはですね先ほどから言いましておりますように、えーまあ、あのガンダーラの中心部と、えー、されているペシャール盆地であの調査が行われたわけなんですが、まあ、やはりですねその中で、えーまあ、あの仏教寺院というのが非常にあの注目されて調査されているわけなんです。えっとまああの 発掘さこの際に発掘された仏教人種としてメハサンダ・タレリ・ラニガとというのがあの挙げられるわけなんですがこれあの写真などで挙げているのは、まあ、それぞれの遺跡の異なる側面ですけれども、えーまあ、あの基本的にはですねこのような測量図を作ったり、まあ、発掘でその建物の形を明らかにしたりするという、まあ、あの寺院の全体像を把握を目指した調査でしたし えまあこちらはあのタレリー遺跡のまあ寺院の中心部がどんな姿だったかでまあこれらの3つの遺跡についてはえ明日のえお話の中でももう少し詳しく触れますからちょっとここではあのほとんどあの大雑把な話しかしませんけれどもでまたえラニガトではですねえこのようなあのまあ 出土、えー、せっあ、せっごが出土したというものを示していますが、あのまあ仏像があのたくさんあの並べられているのがわかるかと思います。で、この中でですね、ちょっと今回特にピックアップしてみ、えー、たいのがこのタレリから出土した、えー、この彫刻なんです。 こちら1964年の発掘調査で出土したものであの変岩と呼ばれる石材で作られた彫刻ですけれどもこちらあの調査に参加されていたあのずっとあのこの兄弟体の調査に携わっていらっしゃった小谷中尾先生のの研究をを借りてちょっと以下の話をちょっと紹介します,、えっとですね、この彫刻何が表されているかといいますと2人の女性がまず向き合っている。 かつその間にはですね、まあ、子供もの姿が見られる。これだけではあのなんだかよくわからない彫刻だなとなってしまいますけれども、これあのよく見てみますと、女性の二人の女性の表現というのがうり二つなんですね。ほぼ同じあの姿で表されているんです。頭の頭髪の表現も一緒ですし、例えばこの巻き毛の部分とか一緒ですよね。 あるいは身につけているるもものととかよく見一緒なんですこれですね仏教説話の物語の中に一つ関連する物語というのが見られるわけなんですけども本物の母親と子供を捕まえてそれを食べようとするそして母親に化けた鬼というのがですね一人の子供をめぐって争うというようなそういった話が残されているんです。 えーまあ、これとよく似た話というのがあの実は要の東西で認められまして、えー、と旧約聖書の「あのソロモンの裁き」という話でもよく似た話が見られますし、えー、各いう日本でもですね江戸時代の講談の中に、えー、大岡越前森子裁判という話で、まあ、そっくりな話が出てくるわけなんです。 これあの物語を通じて、えーまあ、日本と地中海洋、まあの東西がつながっているというふうに説明できる例ではあるんですけども、まあ、ただ本当にそれがつながっているかどうかっていうのはなかなかあの証拠がないので難しい、えー、証明するのが難しい部分ではあるんですね。 まあそのような中で、えーまあ、この、えーまあ、日本の調査隊の調査によってですね、えー、その要の東西のまあ中間地点ともいえるこのガンダーラの地域で、えー、こういったまあ随分古い時代の彫刻があの見つかっているというのは、まあ、一つそれを説明していくためのまあ物的な証拠といえるのではないかというふうに思います。まあこのような非常にあの興味深い資料を、えー、ます。ね。 で、一方、アフガニスタンの話をちょっと紹介しますけれども、アフガニスタンにおいては、ちょっとバーミヤン遺跡、こちら有名な遺跡ですよね、取り上げたいというふうに思います。えっと、まあ、こちらの遺跡についてもですね、すでにフランスの調査隊が長期間にわたって調査を実施しておりましたし、京都大学が入る前には、日本から名古屋大学が調査を、対応を送って、 その壁画とか石窟、ね、の構造などあの、まあ、調査されているわけなんですけれども、まあ、一方ですね京都大学が入った段階で、まあ、分かっていない点が一つ重大な点があったんですね。もうあのどういう話か分かるかと思いますけれども先ほどのうんこの話と歓迎してくる部分なんですがセックスの全体像というのがやはり不明であるということが問題としてありました。 えつまり同じような質問をすることになりますがえバーミヤンと聞いて皆さん、えー、何をイメージされるかですね、えっとまあ、あの中華料理屋などをイメージされる方もあのもしかしているかもしれませんがあの、まあ、何といってもバーミヤンセックスと聞いてあの思い浮かべられるのはこの大仏ではないでしょうか。で特にですね、これらの大仏、 えっと、ちょうど今から20年ほど前の話なんですけども2001年の3月にこれらの大仏破壊されてしまいましたからそういった印象を持って捉えられることが多いのではないかと思います。つまりバーミアンといえばこの大仏だというふうに捉えてしまいがちなんですが。 やはりですね、この全体を見渡してみますともちろん大仏屑というのが非常に重要な役割であることは間違いないんですがそれら以外に無数ともいえるその段階では数が数えられてなかったわけですから非常に細かく石窟が掘られているんですこれちょっとせっかくなので拡大しますがこんな形ですね細かに石窟が掘られている でまあ、あの日本の、まあ、京都大学の調査隊がここに入っていって何をしたかと言いますと、えー、これらの石窟のですね、えーまあ、まず測量あの、まあ、全体的な測量を行って、えー、かつあの入れる石窟あのどうやらどうしても入れない石窟というのもあの地上から非常にこう高い位置に離れた場所にあるような石窟にはやはりどう頑張っても入れなかったようなんですがあの可能な限り、えー、全ての石窟に立ち入って、えーまあ、あのその、えー、まあ 石窟と認定したものについては、こう、あの、番号を振っていくというような、えー、そういった作業を行ったわけなんです。えー、これも、ま、やはり途方もない作業なわけなんですけども、えー、まあ、あの、その結果ですね、えー、この主外面と呼ばれる、この大仏が、ね、彫られている面の、えー、には、えー、約750窟、穴が掘られているということがまず判明しました。 でまあ、今「守害窟」という話をしましたがあの、まあ、このバーミヤン渓谷においてはです、ね、この崖面以外にも、まあ、いろんな場所にどうやら石窟が掘ってあるようでして、まあ、おそらくそういったものを含めたら1,000窟、まあ、以上このバーミヤン渓谷には石窟があるだろうという、まあ、そういった見通しを示しているわけなんですね。でこちらの調査1970年から78年まで、まあ、長期間にわたって行われたんですがあのそれが最後になりまして。 その後79年には戦争が始まりその後調査は不可能になってしまいまいすでこのバーミヤンの大仏をはじめ2001年にはこの遺跡が破壊されてしまったわけでしてその点京都大学がこの時代にですね調査して撮影した写真というのが破壊前の姿を記録したものとして非常に重要な研究所意味を持ってくることになります。 でまあ、ちょっと今回、えー、と例としてちょっと挙げておきますけれどもこちらあの東大仏2体大仏があるうちの東側のものですねそれの大仏の上天井の部分ですねこの部分ですねここに描かれていたあの壁画を、えーまあ、あの写真で、えーまあ、撮った撮られたものですけれどもこれ真ん中に、えーとまあ、太陽神太陽の神、まあ、大きな光の輪っかをこうあの 背負っている、えーまあ、神の姿が描かれていますがあの注目すべきがその、えー、左右、えー、上ですね斜め上に、えー、何か、あのー、ベッドのシーツのようなものをこうあの翻している、えーまあ、あの存在が見られますけども、まあ、これ、えーまあ、皆さん想像か固くないように、えー、っと風神雷神図の風神の姿の、まあ元の姿なんだろうってことは想像に固くないですし またその太陽神の下にはですね、まあ、左下向かって左下ですけども、えー、まああのヘルメットをかぶって、えー、盾を持ったですね女神の姿、まあ、そして翼も生えているんですが女神の姿、えー、ちょっともしかして分かりにくいかもしれないので場所をちょっともう一回この部分ですね、えー、先ほどの話はこの辺りの話です。えーっとまあ、こういった、えー 女神の姿が描かれているわけなんですが、まあやはりこれはあのギリシャの、えー、アテナ神を彷彿とされてるようなあの姿で描かれているわけなんです。まあこういったあの非常にえっ、ー、とまあ日本と、えー、まああのまあ東アジアと、えー、まあヨーロッパの世界と、えー、そういったものの、えー、つながりをあのまああの思い浮かべさせるような。 資料というのがまあやはりこういった遺跡で見つかってきているという、えー、まああの記録として残されてきているというわけなんですね。まああのこの時の調査重要な点としてはこの主要な石窟だけでなくてですねこの750窟削認定した多くの石窟について細かにあの記録が取られているという点でして。 近年東京芸術大学などを中心にですねこの壁画の復元プロジェクトっていうのが行われているんですがそういった復元に際してやはりこの際にこの時代に撮られた写真というのがその元の資料として用いられている点を考えてもこういった日本の調査隊が現地で残した記録というのは非常に重要なものであるということが分かっていただけるのではないかと思います。 このような調査でされた遺跡についてはですね調査年ごとに略法という形でですね報告が出されておりましてまたかつ調査が一段階一段落したものについては報告書というタイ部の分厚いものなんですけどもそういったものにまとめられて刊行されておりますから えーまあ、あの膨大なあの基礎的なデータこの地域の歴史や文化を考えるための、えー、基礎的なデータというのがあの提示されてき、えー、ているわけです。でまあ私はあの今日あの、まあ、自分のよく知っている、えー、京都大学の、えー、現地調査の話をちょっと皆さんに紹介したわけですけれども、えっとまあ、実はあのそれ以外にも、えー、日本からは 多くの大学や研究組織がですねこのパキスタンアフガニスタンを含め南アジアや中央アジアに多くの探検隊調査隊を送っているわけなんですねでまあそれらについてはもちろん報告書というものが出ているものも多いですしまたおそらくこんな時代にあってその調査 報告書から漏れたような調査データそういったものがやはり最近見直されてきているわけですけれどもそういったものの公開に向けてそれぞれの組織がきっと今後動いていくことになるんじゃないかなというふうに見通してますけれどもとにかく日本の学問の水準でこの大陸において行われた調査というのは非常に長い蓄積があるということなんですね。 まあ、あの現在に至るまで、まあ、いちいちあの組織名やあの国名はもう挙げませんけれども、えーまあ、そういった調査がいまだにあのこの地域で行われているんだということ、えー、分かっていただけるのではないかと思います。さて、えーまあ、あの本日の話としましては、えーまああのまあ、皆さんにまず何より分かって、えー、知っていただきたいのが。 日本の文化というものを理解するために日本にあるものだけを見るのではなくてですね少し大陸のものに目を向けるだけでとても雄大な世界が広がってくるんだということとですねそういった意識を持って研究をする研究者というのが明治以来の日本にはいて現在にもそういった活動が続けられているんだということそういったことをちょっと伝えられたらなというふうに思います。 えっとまあ閉じこもらざるを得ない、えー、窮屈の、えー、時代であるからこそ、えー、まあ広い視野で、えー、世界を、えー、まあ眺める、えー、まああの今日の講義の内容があの皆さんにとって、えー、まあそういった視点を持ってもらう、えー、まあきっかけになったらあの幸いです。私からは以上です。どうもありがとうございました。あ,あはい分かりました。 えっとはいまあ、まずパキスタンアフガニスタンの印象ということであの私があのお聞きした時にですね、まあ、やはり紛争が絶えない、えー、まあやはりあのイスラム国のあの惨状を思い出す、えっとまあ、あとですね昔に見た、まあ、あのシルクロードの番組を思い出すというようなご意見もいただきましたし えー、シャーロック・ホームズの相棒ワトソンがアフガニスタンから帰ってきてたちょっと私すいませんそれは分かり知りませんでした <laughs>、まあ、アフガニスタンターバンを巻いた人がロケットランチャーを持っているイメージ、まあ、あのまさにちょっと私が反応してほしいなと思ったイメージ 通りですねまあ、やはりあのイスラム教で、えーまあ、本当に残念なことにその宗教と何となくその暴力行為というのがあの関連付けられて,、えー、見,て見られているというのが一つあるかと思います。えっとまあ、現在では人が入れない場合ドローンや Google マップも利用されるのですが、はいえっと、ちょっとドローンはですね、まあ、やはり飛ばそうとなるとあの現地に行って。 えーまあ、現地の,あのそういう、えー、機関とですね、えー、うまく調整しながら飛ばさないと、えー、きっとあの大きなあ問題になってしまいますからあの私はあのドローンを使って何かしたことはありません、えー、ただですね私の知り合いで、えー、やはりあのパキスタンの、えーまあ、北の地域ガンダルルさらに北の方になるんですけども、えー、そちらであのドローンを飛ばしてあの、まあえー、ガンガと呼ばれるですね、まあ、岩にこうやはりあの仏像なんかが刻まれてるような地域があるんですが。 あのその地域のあのドローンを取ってきたって言って、えー、まあ映像を見せてくれたことはありますから、あのまああのうまく調整しながらそう言って飛ばして、えー、ドローンを飛ばしていろいろ調査するというようなことはきっとあのされているされていることなんだと思います。あのグーグルマップもあの私は研究所非常に重宝しておりまして。 まあなんといっても、えー、どこに遺跡があるかとか、まあ、遺跡の形とかもですね大まかにあの確認することができますからあの現地に入らずして、えーまあ、地理的にどこにあるかとかどういう雰囲気の場所なのかというかそういったことをあの私もよく、あのー、調べるのにですねグーグルマップは利用しております。えっと仏教系の機関とそうでない大学などとの調査の違いはあるのでしょうか まあそうですね、えっと、場合によってはやはりあるとは思うんですけれどもつまり仏教系の機関ですとやはり仏教に関係した地域が調査されるということが遺跡が調査されることが多いとは思いますがやはりですね一方でこの地域の歴史をあるいは文化を研究しようという人はですね おそらく仏教という枠組みを超えた形でいろいろ歴史文化のいろいろな側面を見直そうという姿勢を持っている方が多いと思いますからもちろん仏教遺跡も調査しつつ仏教遺跡とは関係のない都市の跡とかですねその仏教遺跡を仏教寺院を作った人たちが住んでいた都市がどういうものだったのかとかそういった調査もされております。 まあ必ずしも仏教系じゃない大学が、えー、仏教以外のものを調べているかというと、まあ、そういうわけでもありません。はいえー、カトリックの教会建築はそれ自体が聖書の内容として機能していることがありますが。 遺跡の全体を調査すること、仏典など宗教的な経典の意味を読み取ることもできるのでしょうかえっとちょっとあのそうですねちょっと正確なお答えになってるかどうかわからないですけども。 やはりですね、この地域調査研究をするにあたって現地の仏教がどういうものなのかということを一つ気になる部分であります。ですから考古学者はその仏教寺院の全体像というものを見てどういう建物がどういう場所にあるかということを見ていくことになるんですが。 えまあ、あのその話とですね、えっとまあ、仏教経典の研究、まあ、つまり文字資料によってえ、まあ、当時の仏教がどんなものだったかっていうことを考えるような、まあ、仏教学的な仏教史学的なあの、まあ、調査成果とですね、えーまあ、うまく、えー、こう整合しながら。 例えばあの経典にはこういうふうに書いてあるけどそれがあの遺跡で、えーまあ、どういう文脈で表れているのかと、えー、そういったことをいろいろ比較しながら遺跡の建物の役割を、えーまああのー、考えていくという、えー、そういったあの作業も行うことがあります。ちょっとう、あのー、うままく、あのー、答えれてるかどうかは分かどはりません。 仏像の破壊などもありましたがやはり現地の人にとって異教の心臓は不愉快であるという理由で破壊されることも往々にして存在するようですが一概に再建プロジェクトを行うことが果たして最良のの選択なのでしょううか、はい。ありがとうございます。えっとまあ、やはり仏像の破壊のイメージというのがこの地域ありますけれども。 私も、えー、実際に現地に行ってそこに住んでる人たちとあの話しているわけではないのであの、まあ、私があの、まあ、持っている知識というものも非常に限られたものではあるんですけども、まあ、ただですね、えー、ここのの地域ととを扱っていると 現地の人たちっていうのは、あのまあ、つまりバーミアンが一つ例に挙がるわけですけれども、そこの人たちはあのこの、まあ、大仏を含め、仏教遺跡をあのずっとこの地域のシンボルとして愛していたんだろうなというようなあの印象を持っております。えっとまあ、つまりそこで住んでた人たちはですね、えっとまあ、つまりアフガニスタンではそのターリバン政権というあの、まあ まあ、あの、そうですね、進出してきた勢力によって征服されて、その後破壊が行われる、つまり、あの、現地の人にですね、爆弾をこう、運ばせて、設置させて破壊させるというようなことを行っておりまして、やはり、あの、その現地の人々にとっては、非常にあの悲しい事件、出来事として残っているようです。 まあですから、あのーまあ、現地のイスラム教徒があの全員この,、えー、この異教の偶像を破壊しようと思っているとか、えー、不愉快に思っているとかそういったことはまあ一切ないというふうに私は思っております。 何よりですね例えばパキスタンにおいて今あるいはアフガニスタンにおいて現在残っている仏教寺院の遺跡をですね守っているのは、まあ、あの彼ら現地の人たちなんですねもちろんあの現地の,あの考古学者が主導をしながらそれらを現地の人たちが守っておりますから まあやはりそこはあのーまあ、報道ニュースなどで見るのと、えー、少しあのこの地域のことに関わってみるとあの見えてくるちょっと別の側面ではないかなというふうに、えー、思います。えー、現地の宗派に回収した方が調査をしやすくなるというようなことはあったりしますか、えー、許可なので、まああの。もしかしてそういう側面もあるかもしれませんけれどもあの、まあ、必ずしも、えー、あの回収しなくてもあのむしろ、えー、まあ その先ほども言いましたようにアフガニスタンの考古学者ともいまあ、だに日本の研究者っていうのはつながってますしパキスタンの考古学者とも研究者とも日本の研究者っていうのは友好関係を築いておりますからあの、まあ、必ずしもそういった回収が必要だとか回収すると有利に運ぶとかそういったことはあまり考えなくてもいいのではないかなと、まあ、私は思っております。 工学部の先生が体調の調査隊もありましたが、工学部と遺跡調査が結びつくイメージが湧きません。工学部の方がどのような貢献をされていたのでしょうか。ありがとうございます。えっとまあ,あの工学部というとまあ、技術工学とかまあ、別のものをイメージされる方が多いのかもしれませんが、建築といったら少しあのイメージが結びつきやすいかなと思います。建築の歴史ですね。 えー、を工学部を扱っておりますけれども、えー、つまり、あのー、今回の、えー、話の中でも挙げた、えーまあ、関野正とか、えー、伊藤忠太っていう、まあ、あの明治期の話も挙げましたけれども、えー、彼らもやはりあの工学系の,あの建築士の、えー、文脈で、えー、この現地調査というのを始めているわけです。<laughs> 失礼しました。であのー 工学部の先生、まあ、あの今回西川浩二先生というあの先生を挙げましたけれども、えー、この先生はですねあのこの、えーまあ、建築士のことをずっとあの研究されているわけなんですけれども、えー、この1960、えー、年代の、まあ、水の体の時代から、えー、もうずっとあの調査に参加されていた先生でして。 特にどういう役割を担っていたかと言いますとあの遺跡の,その測量というあのことをしたんだって話しましたがやはりその測量技術というものはですねあの、まあ、もちろん考古学者は持ってるんですがあのそれはあの、まあ、工学部あの建築に携わっている方々の方が非常にあの綿密であの意味のある。あの よく慣れてると言いますか。あのそういった形ですね。あの主にあの測量の文脈でこの先生方があの活躍されていた、えー、というふうに、えー、まあ思います、えー。日本の調査隊が多く現地へ行っているように感じるのですが、えー、海外に比べて多いのでしょうか。えっとそうですね。私もその今回いろいろあの調べてみてあの。 先ほど言いそびれましたけどもあの私がスライドにお見せしたのがあの本当に全て網羅してるかどうかはちょっと怪しくてですねあの私が把握してないものもきっと含まれているんですけれどもそれにしてもやはりあの日本は一時期この地域に大変な関心を持ってその調査のための費用というのが比較的得やすかったんだろうなというふうに思います。 で一方で、ですね、海外においてそういった調査が行われていないかというと、まあ、あのそういうことはもちろんなくてですね、例えば戦後に第二次大戦後においてはあのイタリアの調査隊がですね、まあ、やはりパキスタンとアフガニスタン、えーまあ、あの少し日本の調査隊が調査したエリアとは変わってくるんですけども、えーまあ、あの継続的にですね、調査を進めているわけです。 えっとまあ、驚くべきことにあのイタリアの方々は、まあ、アフガニスタンにはさすがにもう入れていないんですがあのパキスタンにおいてはあの未だに、えーまあ、調査を進めているわけなんですねちょっと我々が行こうとするとあの行ってはダメだっていうふうに言われるような地域であのイタリアの人たちはあの研究者たちはいまだにあの調査を進めれております。 えっと、ま、また、あの、イタリア以外にも、あの、ドイツの調査隊が、え、ま、あの、先ほどもちょっとちらっと話に出てきましたが、え、ま、随分北の方の中国との、あの、国境に近いエリアになってくるんですが、あの、その地域の調査を、あの、行っていたりですね。あるいは、あの、最近では、あの、パキスタンに行きますと、え、ま、あの、韓国の調査隊というのが、あの、随分、あの、いろいろ、あの、調査しているんだなというような印象を持ってます。その、あの、 まあ、調査成果とか、まあ、報告というものをちょっと私あの探せていないというか、まあ、あのちゃんと、えーまあ、確認できていないのであのどういった調査が行われているのかということはまだちょっと確認できてはわからないんですけどもあのそうですね日本だけではなくあの海外からさまざまな調査隊がこのパキスタンアフガニスタンに注目していて、まあ、今でもそういった調査はあの行われております。 まあえっと、最後の質問ですかね初期仏教は仏陀を像として描くことは避け物足石仏捨利で仏陀を表現してきたと思いますアレクサンダーの創生でこの中央アジアの地でギリシャ芸術と接しそれ以降仏陀が仏像として表現信仰の対象になったと理解していますがこれでよいのでしょうか あのまあ、すごくあのいい質問だと思うんですけれどもあの、まあ、私もですねガンダーラという言葉を初めて聞いたのは、まあ、おそらくあの、まあ、世界史の授業で、まあ、このアレクサンダーの統制によってギリシャ文化がこっちに流れていってでかつあのインドに生まれていた仏教と結びついて仏像が生まれたんだという、まあ、そういうあのやはり壮大なストーリーと言えるんですけれどもそういった話で最初に習った覚えがあるんですけれども まああのー、この点ちょっとやっぱ見直さなければいけない点というのがあの実はいくつも最近は出てきておりまして、えー、まずですね、えー、まあ一つだけ挙げておきますけれども仏像というものがこの地域で生み出されたのがつまり現れてくるのが考古学的にいつ頃のことなのかってことを考えるとこの点実は矛盾が見えてくるんですね。 えー、つまり、えーまあ、アレクサンドロスがあの統制を行ったのは、えー、紀元前4世紀の話です。で一方で、えー、仏像がこの地域で、えーまあ、作られるようになったのが、まあ、おそらく、まあ、今のところ、えー、紀元後1世紀というふうに言われているんですね、まあ。やはり考古学的にはそういうふうにしか今のところ言えないよという、まあ、つまり紀元前4世紀と紀元後1世紀、まあ、300年以上の開きが出てくるわけなんです。 まあですからあのこの、えー、雄大なストーリーをあのそのまま、えー、現在の,あの、まあ、研究の状況ではあのちょっとあの取り入れるのは難しいなということで、まあ、あのいろいろですね、えーまあ、議論がまだ続いてはいるところなんですけれども、まあ、あのそういったあの研究状況に、えー、あります。まあ、ですからアレクサンダーと絡めるのは、まあ、少なくとも、まあ、間違っているだろうと言えるかと思います。 じゃああの本日はこれぐらいということですから、まあ、またあの明日もあのぜひあの興味を持っていただけたらあの、まあ、明日はもうちょっとあの狭い範囲の、えー、話をしたいと思います。今日はちょっと雄大な話をしましたから、えー、それではあの明日もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。